友いタクシーの車両車体の色にマルーンを採用したのは二代目社長がお飯列車と同じ色で縁起がいいと気に入っていたからである。友いタクシー有限会社は栃木県小山市に本社を置くタクシー事業者である。タクシー事業のほか貸切バスの運行やコミュニティバスの運行受託も行っているが、社団法人日本バス協会の会員にはなっていない。ラブエコロジーをモットーに、 発車からなる、友井タクシーグループを構成している。グループ代表を務める塚田金次は医師であり、2020年現在、小山地区医師会の会長も務める。1928年に、友井いともかずが、下津賀郡小山町で起こした自動車修理業が、起源である。友井は、広島県熊野町の熊野質問屋の家に生まれたが、16歳で、アメリカに渡りエンジニアとしての経験を積み、 40歳にして日本に帰国自動車修理業を始めた。第二次世界大戦後、留学で身につけた英語を活かして、新中組や裕福な外国人から修理を受注し、会社の基礎を成した。その後、タクシー事業を始め、1957年時点で3台を保有していた。二代目社長塚田六は事業多角化に乗り出し、札幌ラーメンのチェーン店や、 自動車教習所を始めた。本業のタクシー事業は、高度経済成長の波に乗って成長し、車に乗りたいと就職希望者が殺到した。また、小山市からの依頼を受けて、栃木県では、初となる、福祉タクシー事業に進出した。三代目となる現代表の塚田金次は、当初、家業を継ぐつもりはなく、医師を志し、実際に開業医となった。しかし、 会社を継承する予定だった弟が創生したため、経営に参画し、社業は高等学校時代の友人に任せ、自身は副社長に就任した。経営に関わり始めた頃、自動車学校で労働葬儀が頻発し、塚田は学校閉鎖を検討したものの、医師としてインフォームドコンセントの考え方を応用して、従業員との対話を続け、切り抜けた。 なお先代が始めたラーメン店は茨城県有機市や共和町まで展開したが撤退した。タクシー事業は主に個人からの電話予約で成り立っており、予約が多いため駅前での客待ちに車を回せないほどである。また法人契約も重視している。企業理念であるラブエコロジーは自動車関連産業であることから常にエコロジーを意識し、 愛を持って事業に取り組むことで、従業員の幸せと地域の発展につなげるという意味が込められている。2019年6月には、バスタクシーの乗務員全員に対して、睡眠時無呼吸症候群の検診を、栃木県タクシー協会加盟社では初めて実施した。会社ロゴは、立川栄介がデザインしたものを使用している。ラブエコロジーを形にしたもので、 共になる、一つになるという精神を表している。福祉タクシー、福祉バスの運行を手がけていたことから、路線バスの運行においても最初から、車椅子対応車両を採用した。小山市、コミュニティバス、王、バスともいタクシーグループは発社からなり、事業内容は、タクシー、バス、観光、介護、医療、自動車学校、不動産業と幅広い。このうち千代田タクシーのみ、 栃木市に所在し、他は小山市である。ありがとうございます。